こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの人気広角レンズ、アスペリカルレンズですね。エルマリートの 24mm になります。ご覧の通りですね、エルマリート M マウント 24mm アスペリカルレンズになります。ライカの M 型のボディにはですね、 24mm のブライトフレームがですね、搭載されていないんですけれども、ライカの M240 からですね、ライブビュー機能が使えるようになりまして、こちらの 24mm もですね、ファインダーで見たままですね、液晶ファインダーで見たまま、このフレーミングするようにできるようになりましたんで、この 24mm も非常に人気が出てきたわけですね。はい。僕も一眼レフカメラの時代を通してですね、24mm すごくよく使うレンズですけれども、非常に使い手が良くてですね、35mm より広く 28mm よりも広いですね。広大なですね、街の風景ですね、を撮影するには非常にいい画角だと思いますね。あとは自然ですね、ネイチャーもすごく広く撮れますので、ぜひですね、一度お試しいただきたいレンズですね。はい。ということで、エルマリート 24mm 状態から見ていきます。ご覧の通りですね、目につく使用感という使用感は、ほぼほぼ見当たらない綺麗な状態ですね。うっすらとですね、まあやっぱり使用感はあるように感じますけれども、こう目につくすれ当たり、へこみとかですね、いったものはほぼほぼありませんので、おおむね備品といっても差し支えないかなと思いますね。こういったローレットの摩耗とかありませんしね、文字消えとか、落下して当たったり歪んだりしたような跡ももちろんないですね。ですね、強いて言えばですね、こういうところですね、この細かい角のところのすれですね、あとはこの指掛け部分ですね、の片方側にですね、ちょっとですね、こう、ぶつけた跡がある程度ですかね。こんな感じです。あとはもうないですね。非常に綺麗ですね。はい。で、レンズですけれども、レンズももうまっさら、大変綺麗ですね。前玉、後玉、ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もないですね。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れ、ちり、ほこりもありませんので、画質に影響する瑕疵は全くありませんね。視覚的にも全然問題ないです。絞りの動きも問題なく、油の乗り、肺の痛みもないです。で、ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで回っております。付属品がこれですね、純正の前後キャップ。はい、こちらの専用フードですね。はい。が付属しております。はい、こう挟み込み式ですね。こうバッチとはめていただく感じになっております。はい、こうですね。で、このラバーキャップが付くという感じになっております。はい。ということで、非常に良い状態のエルマリート 24mm ですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきます。はい。ということで、はい、ライカのアスペリカル広角レンズ、エルマリートの24mm F28 になります。前後キャップと純正フード付き。はい。非常にいい状態の答えですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。